ロシアのサンクトペテルブルクで2020年のオリンピック開催候補地のプレゼンテーションが行われました。東京は猪瀬知事らが情熱的なスピーチで東京の魅力をアピールしました。今猪瀬知事らが壇上に上がります。これから東京のプレゼンテーションが始まります。 If you lose something many times it returns to your hands including cash。猪瀬都知事らは IOC 国際オリンピック委員会の関係者らを前に身振り手振りを交えながら英語で日本の治安の良さや財政的な強みをアピールしました。Really believe in it and it came over that they really want to do this. I think Tokyo is my first. プレゼンテーションの評判は上々で猪瀬知事も失言問題のマイナスイメージを挽回した格好です。笑いを取ったからまあいいと思うんだよね。2020年のオリンピック開催地は東京、イスタンブール、マドリードの3つの都市の中から9月の IOC 総会で決定されます。